バート・ソマーはアメリカ合衆国のフォークシンガー。1969年のウッドストックフェスティバルの出演者の一人。ウッドストックではフェスティバルのことを歌った We Are All Playing in the Same Band という曲を作り、この曲は1970年9月12日付のビルボードホット100チャートで48位まで上昇した。ニューヨーク州ロングアイランド出身のソマーは 10代から音楽活動を始めていた。1966年に、愛しのルネをヒットさせていた、バロックポップグループ、レフトバンクのソングライターで、キーボード奏者だったマイケル・ブラウンが、1967年に、バンドの他のメンバーと対立し、セッションミュージシャンを使ってから、レフトバンク名義のシングル版、I.B.I.B.&Suddenly を制作した際、ボーカルとして、これに参加し、 共作者にも名を連ねた。ソマーは1968年にミュージカル、ヘアーのオリジナルブロードウェイ公演のキャストとなり、ウーフ役を演じた。膨らむような挑発にしたソマーの頭の写真は、この公演のパンフレット類に使用された。キャピトルレコードと契約して1969年に最初のアルバムを発表していたソマーは、 キャピトルの副社長を辞めて、ウッドストックフェスティバルの事業に乗り出していたアーティー、コーンフェルドに誘われ、フェスティバルに参加することになった。ザビレッジボイス氏に募集広告を出して揃えた二人のミュージシャンを従えて、ソマーはウッドストックフェスティバルの初日に登場し、10曲を演奏したが、特にサイモンマーファンクルの曲、アメリカを演奏した際には、スタンディングオベーションが起こった。 ウッドストックでの評判は、翌年の We Are All Playing in the Same Band のヒットにつながったが、ソマーにとって不運なことに、ウッドストックのライブ版や映画の制作権は、最終的に、ワーナーブラザースレコード及びワーナーブラザースにわたり、キャピトルと契約していた。ソマーの演奏は、ライブ版にも、映画、ウッドストック、愛と平和と音楽の3日間にも収録されなかった。 ウッドストックへの出演をきっかけに有名になったミュージシャンやバンドが数多くいた一方で出演し好評を博したにもかかわらず記録に残されなかったソマーはやがてウッドストックの忘れられた男となっていった1970年代のソマーは音楽活動を続けたものの表舞台には立てず俳優業も続けていた1976年には子供向けのテレビ番組 ザ・クロフト・スパーショーに番組の中心となるロックバンドキャプトン・クール・ザ・ゴングスのメンバーの一人、フラッテ・ブッシュとして出演したが、この番組の第2シーズンには出演しなかった。その後、ソマーはニューヨーク州オールバニに定住し、地元で音楽活動を続けた。ソマーは長く呼吸器疾患を患っていたが、闘病の末、1990年7月23日に、 ニューヨーク州トロイで没した。1990年6月11日に友人でドラマーのジョニーラブとトロイで演奏したのが最後の公演となった。ありがとうございます。